竜と虎山本周五郎一うが合わぬというのは不思議なものである西郡至るは学問もよくでき武芸も岡崎範中で指を折られる一人だった家柄は三百石の書院版で人品も目に立つ方だし 人付き合いも決して悪くない。むしろどちらかといえば寡黙で謙虚で愛想の良い方である。灰島一路兵衛にしても同様。五百石の作事奉行で年齢はもう五十一歳。長男の伊織は近十番で役付きだし、娘の幸恵も十八歳のもうそろそろ縁づく年頃になっている。 少し頑固なところはあるが親切な老人として若手の間には評判のいい人物であったそういうふうに別々に話してみると2人ともごく良い人間なのだがさてこの2人が一度顔を合わせたとなるとまるで人柄が違ってしまう2人が動作する途端に必ずと言っても良いほど何かしら口論が持ち上がるのであった つまり性が合わぬというやつである。どちらがどうというのではなく、自然にというのは変だが、実のところ極めて自然に何かかにか口争いが始まるのだ。それでいて影では二人とも相手を推奨しているのだから、その関係は何とも不思議なものであった。一路兵衛はそれについて自ら、 これはつまりへその問題だと言っていた。へそには性格があって、曲がったのや歪んでいるのや、大きいのや小さいのや、いろいろとある。へそには他人の空似というものがない。由来人格というやつは、投矢してこれを高めることもできるが、へそは天然のものなので、持って生まれた性格は終生変わることがない。西郷イタルは人間としてはすこぶるなさあるやつだが、 へそがねじくれているからわしとはどうしてもしょうが合わぬのだそういうのであった元禄15年7月12日三河地方は大暴風雨に襲われ矢作川の堤防が650軒も決壊し9500石余りの電池を流した直ちに作事奉行拝島一郎兵衛が命を受けて 復旧工事に着手したがその時事務上の火薬として八木次郎太と錦鯉至るの2名を選んだ事務上の火薬だから秘書のようなものだ八木次郎太は妻子肌の若者でいかにもそれにふさわしいが錦鯉至るを選んだというのが誰にもわからなかった郷鯉はなすあるやつだと 日頃から陰で褒めているくらいなので何か考えるところがあったのだろうが果たしてこれが無事に収まっていくものかどうか周りの人たちはそれを疑うというよりも今にきっと始まるぞという興味の目を見張っていた城北上里に灰島家の別宅がある一路兵は8月初め その別宅を工事支配の仮役所にして引き移り城下から通勤してくる西郡至ると八木次郎太の2名を助手にして自分はそこに寄居しながら工事を特例していた今に何か始まるぞという人々の期待は外れなかった20日ほどは何事もなく過ぎたが9月に入る頃からそろそろ怪しくなりだしやがて一度 二度衝突が始まった10月初めのある午後のことである一路兵衛が左手に図面を持ってせかせかと部屋へ入ってくるのを見た八木次郎太は「それまたやるぞ」とニヤニヤしながら様子を見ていた果たして一路兵衛は「これはなんじゃこれは」とどもりながら西郡至るの机のそばへ近寄っていった イタルは筆を持ったまま「何事です」と振り返った「何事ではないこの種で書き入れてあるのは何じゃ誰がしたのだ」ああそれですかそれは拙者です何のためだ17番堤防の積み石の数はもう決まっておるそれなのにこの書き入れは石の量を半分に減らしてあるが」 そそこはそうする方が良い,のです良い悪いを尋ねているのではない誰の指図でこんな勝手なことをするかというんだ工事についてはわしが作事奉行として最大となく調べた上当たっておるそれを何の断りもなくかような指図がましいことをしてお待ちください拙者は奉行役を差し置いて勝手なことなどはいたしませんこれが勝手なことでないか これが。22 2人の声が高くなるとすぐ廊下の向こうからそっと娘の幸恵が様子を見に来た一路兵衛がここへ移るのと一緒に来て父の世話をしたり火薬の人々に茶の接待などをする役を受け持っているところがこの頃ではそれよりも父と至るとの間に入って うまく争いを収める役の方が忙しかった。あなたはご存じないから、そうおっしゃるのです。実地に当たってお調べください。十七番堤防は流れを受けるところです。ここを厳重に固めすぎると、流れは倍の力で十八番の曲がりに当たるため。逆に、この根を掘られてしまいます。これは工事頭だから、念を押してきたので。 拙者が立ち会いの上実地に調べその結果として当然の訂正をしたまでのことですそ、それならばなぜその、一応その趣をわしに報告せんのかそれがつまり拙者は作辞武器を火薬としてあなたに選ばれてお役を務めているのです工事の小さい部分はもう少し拙者どもにお任せくださるのが当然ではありませんか わしは何も信用せぬとは言わん。ではそうむやみにどなるのはよしていただきたい。ほう、どなってはいかんか。わしはどなることさえできんのか。ではこうやってここへ手でもついて。いよいよへそとへそとがむき出しになってきた。もうこうなると、あとは子どものけんかのようなものである。 肝心の図面などは放り出して、無きになってつまらぬ口論を始めた。そこへ幸恵が足早にやってきた。父上様、大変でございます。ええ、やかましい。一郎兵衛は耳にもかけず、なおも勢い立ってわめき続ける。幸恵はその間へ割って入りながら、父上様、宝次郎です。 宝次郎がカゴから逃げ出しました。な、なんだとお庭の柿に止まっていますから、早くいらして。一郎兵衛は小鳥道楽で、ことに近頃は宝次郎に夢中になっている。その大切な手がいの鳥が逃げたというのだから慌てた。またその方、何か。ええ、どこだお庭でございます。 雪恵は素早く父を導いてそこを走り去っていったやったなあという次郎太の含み払いを聞いていたるがほっと額の汗を拭きながら向き直ろうとするそこへ再び雪恵が足早に戻ってきた西郡様ただいまはいすみませぬいやそれは拙者の方こそ 父はご存知のような気象ですから、いつもあなた様に向かうとあの通りですの。でも本当はお便り申しているのですけれど。つつましく言いながらこちらを見上げた。少しも憂いの色のない、初夏の空のような明るい瞳であった。しかも、その明るい瞳のうちに、もうかなり以前から、 至るにだけ訴えかけているほのかな感情がためらいがちに動き始めていたのである。父があのようにわがままになるのは郷鯉様だけですの。本当にお気の毒でございますけれど、あのように勝手放題にできるのは郷鯉様だけなのですから。すみませぬけれど、どうぞお許しあばして。いや、それはかえって赤面します。 拙者こそわがまま者でお父上に向かうと妙に気が立ってくるのです。実にこれは不思議なことなんですが。兄がそう申していました。幸恵は笑いたいのを我慢しながら言った。父上と西郡様とは絵に描いた竜と虎ですって。喧嘩をしながらどちらも離れることができないのですって。 へそのひねくれている虎ですか至と雪恵は一緒に失笑したさっきから八木次郎太は妬ましげな目で二人の語り合う様を見守っていたもし見るものがあったらかなり不愉快な色をその目の中に読むことができたであろう庭の向こうで一郎兵衛がちょ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 来いよ来いよ とホウジロを呼んでいるがゆきえはそちらへ振り返った。あなたのしたことですね。悪い人だ。でもあのときはそうするよりほかになかったのですもの。ゆきえはいたずらそうにくすっと笑った。あのとりはよく慣れていますからすぐつかまりますの。 おかげで、宝次郎も良い保養ができます。おい、西郡。次郎太が声をかけた。ちょっとこの書類を見てくれないか。あ,あ、失礼。至るが会釈し,して向き直ると、まあ、忘れておりました。すぐお茶にいたしましょう。そう言って幸恵も立っていった。それから四五日たった。ある日のことである。 勤めを終えて帰る途中、ひなむらというところの松並木へ差し掛かったとき、八木次郎太が妙に気遅れのした様子で、歩調を緩めながらふと、西郡、実は気候に頼みがあるのだがな、と言い出した。なんだ、頼みとは。それが言いにくいことなんだ。武士として実に言いにくいことなんだが。3 なんだか言ってみたらいいじゃないか笑わずに聞いてくれ気候を見込んで頼むのだ実は拙者以前から幸江殿をうちの妻に迎えたいと思っていたいたるの目がその時見えるほど曇った未練な話だがこの頃では幸江殿のことで頭がいっぱいなのだどうにもたまらない仕事も手につかぬ始末だ こんなことを言うのも、貴公を法遊と頼むからで、なんとも恥ずかしい次第だが、貴公に縁談の申し込みをしてもらいたいと思ってな。イタルはぐっと唇を噛んだ。聞いてならぬことを聞いた。そういう後悔が胸を締め付けた。どうだろう。次郎太は目の隅でイタルの表情を伺い、 そして声にはほとんど愛情を含めながら言った。気候なら必ず一肌脱いでくれると思って頼むのだが引き受けてはもらえないだろうか。承知した。イタルは背いたままで答えた。まとまるかまとまらぬかはわからない。しかし話だけは取り継ごう。そうか。やってくれるか。かたじけない。 二郎太はそう言いながら唇の端で微笑した家へ帰ったイタルは母親が怪しむほど様子が変わっていた亡くなった父は幻覚一方であったが母親のなつ女は甘すぎると思われるほどイタるを溺愛しているそしてイタルもまた母というより姉に対するような気持ちでどんなことをも打ち明けて共にキーを分かってきた しかし、その日のことだけは別であった。雪絵の様子の中に訴えかける感情のひらめきがあったのと同様、実は彼もまた以前から並ならぬ愛情を感じていたのだ。そればかりではない。つい半月ほど前に、至るはそれとなく母の気を引いてみたことさえある。ねえ、お父さん。何か甘えることがあるとき。 彼は幼い自分、呼んだ呼び方で母を呼ぶ。ジ島にいい娘がいるのですがね。十八だそうですが、気性のしっかりした利口そうな娘なんですよ。なんだえ、たる。とその時、母親は呆れたように言った。ジ島の幸恵さんなら、お前知っているはずではないか。去年まで、うちへことを習いに来ておいでだったではないの。 へえ、うちへ来ていたんですか。イタルはびっくりしたように目を見張った。母親はことに堪能で、以前から家中の娘たちに手ほどきをしてやっていた。去年、ふとしたことで指を痛めてからはやめているが、それまでは常に十四五人の娘たちが稽古に来ていたのである。しかし、その中に幸恵がいたことなどは、 無論、イタるは気づきもしなかった。なんだ、そんな縁があったのか。それならいざとなれば話は楽にできると考えていたのである。それが今日になって思いがけいところから根こそぎ覆されたのだ。聞かない前ならどうにでもなる。しかし、ああして頼まれてしまった上はもうすべては終わりだ。 こういうと見込んで頼むと言われた以上、いや、俺の方がそう思っている、などとは絶対に言えないし、また恥を忍んで打ち明けたものを拒むわけにもいかない。いくら考え直しても逃げ道はなかった。気遣っていろいろと問いかける母をそらして、そのあくる日、彼は胸に鉛の玉がかえているような重い気持ちを抱きながら、 いつもより半時も早く出資した。一郎兵衛は庭で小鳥に餌を与えていた。おはようございます。おお、早いな。振り返った一郎兵衛は、先日のことなど、けろりと忘れた様子で、持っている宝次郎のかごを差し出しながら言った。こいつだよ、この間逃げたのは。一番慣れているくせに油断をするとすぐに飛び出す。 高にでもつかまれたらどうするつもりかまるで気心の知れぬやつじゃ実は少々お話があるのですがんじゃ聞こう一路兵衛は籠を置いてじょうろでさあさあと冠水してやりながら促したんじゃここでは申し上げにくうございますがかまわんかまわん何の話じゃ 実は、幸恵殿のことですが。一郎兵衛は、上路を止めて振り返った。老人の目には、ありありと、期待していたものにぶつかった人の感動が現れた。待て待て、まあ、あっちへ上がろう。そう言って大声に、幸恵、幸恵はおらぬか、とわめきたてた。ここへ参って、片付けてくれ。 わしは用事ができたからよく気をつけてまた逃がさぬようにするんだぞ。さて聞こうか。居間に座るとすぐにそう促した。申し上げます。若輩者がかようなことを申し上げまして、あるいはお怒りを受けるかもしれませんが。何何、その遠慮は無用じゃ。一路兵衛は大層上機嫌である。 実は幸殿をと至は苦いものを飲むように言った家の妻に頂戴したいという者がいるのですうん老人の目が細くなった自分からこうと申し上げにくいから拙者に是非とも取り次いでくれと頼まれ読んどころなくお願いに上がったのですが承知してやっていただけませんでしょうか すると、嫁に欲しいという当人は誰だ八木次郎太でございます。一郎兵衛の顔がみるみるうちに赤くなった。ほんの一瞬前まで上機嫌だったのが、まるで殴られてもしたように、額まで赤く、すさまじい土器を発してきたと思うと、こ、この出過ぎ者がと声いっぱいに怒鳴り立てた。 その方は何だどれだけの人間だいや、どれほどの人間だというのだ。まだ前髪の後も消えぬ弱杯の身で他人の縁談の中立ちをするとは少子千万。出すぎるぞ、西郡。ですからそれは、それゆえ、お叱りを受けるかと。何がお叱りだ身の程をわきまえる身の程を。縁談などというものはな、 己の身の始末がついて一人前の世間付き合いができるもののすることだぞその方は何だ自分の身も固まらぬいわば半人前のどなるのはおよしください至るもそろそろ始まってきた拙者が弱敗者だということは自ら認め初めにそうお断りしてあります何も好んで縁談を持ち込んだのでもなし仲立ちをしようと申し上げたわけでもありません ヤギに頼むと言われてぜひなく、ただ彼の望んでいるところをお取り次ぎ申しただけです。それ、そう、それが出過ぎたものだというのだ。部を知っているものならそんな話は辞退するのが当然。大体その方は先日のことにしても出過ぎておる。何がゆえに、先日の話とこれとは違います。これは、違わん。 わしが言うのはその方が出過ぎ者で。失礼ですが、怒鳴るのはよしてください。怒鳴ろうと怒鳴る前とわしの勝手だ。わしの怒鳴るのまで邪魔をするな。貴様は自分でギャンギャンわめいていながら他人のことはすぐに怒鳴るのなんのと申す。役目の方でもその通り、実際貴様くらい使いにくいやつは二人といないぞ。拙者も同様です。 上役としてあなたくらい使いにくい人はありません。何な何？わしが使いにくいと。老人は目を向いた。しばしば我慢のならぬことがあります。言ったな。よ、よし。竜はついに雲を呼び、虎は風を巻き起こしてしまった。人々の興味を持って期待していた瞬間がやってきたのである。 よく申した。ではすぐに火薬を辞退しろ。拙者にとってもその方が幸せです。幸い受け持ち分も一方ついたところですから、その始末をしてすぐおいとまをいたします。おこっちもそれでさっぱりするわ。きびきびと話がついてしまった。役部屋へ退いたいたるが受け持ちの仕事を片付けているところへようやく八木次郎太が出資してきた。 挨拶をされたが、イタるは返事もせずに片付け物にかかっていた。そして、一時余りかかって、やっと始末を終えたイタるが、自分用の筆軒をまとめて包むのを見ると、次郎太は不審そうに、どうした、何かあったのか、と尋ねた。イタるはむっとした顔で、冷ややかに立ちながら答えた。 昨日の話は一応取り継いでおいた。え、もうか。しかし取り継いだだけだ。正式のことはうちだろう職人でも頼むがいい。あの人なら灰島殿の苦手だからうまく運ぶだろう。拙者は今日限り火薬ごめんだ。あとのことは頼むぞ。火薬ごめん。しかしそれはどうして貴公の知ったことではない。言い捨てて行こうとしたが。 注意しておくが、老人が何か怒鳴っても相手になるなよ。あの人は時々わけもなく怒鳴りたくなるんだ。逆らわずに置けばすぐに収まる。本心は善人なんだから。そう言って足早に立ち去った。五。スゴー川の水が小春日の暖かい光を浴びてさざ波を畳みながら流れている。 遠く西南の彼方に城下町の屋根を抜いて、お城の天守が逆光の中に明るく霞んでいる。イタるは枯れた葦の茂みの間に腰を下ろして、水面に垂れた二本の釣竿をぼんやりと見つめていた。うっかりすると眠くなるような良い日和である。吉尻がけたたましく鳴いて飛んだ。 作事奉行の火薬を退いてから64日あれ以来富に暇が多くなったので非番になると彼はこうして釣りに出てくるそう言っても魚を釣るのが目的ではなさそうだ何しろずいぶん出かけてきているがまだ小さな船を23尾まぐれあたりに釣ったばかりで大抵は空びくを下げて帰る方が多い いたるは魚たちへお振る舞いに行くんですね」と母親は笑っていた高い空でつぐみの渡る声がしたそしてその後のひっそりとした日中の静寂を縫って韻の高い女の話し声が近づいてきた「あああそこにいますよ」母の声である「珍しい母がこんなところへ」 そう思って振り返ると堤の上を来るのは母だけではなく娘が一人一緒だったいタるはドキッと胸を打たれたそれは灰島の娘幸枝だったから「いタる釣れましたか?」母は明るく言いながら寄ってきた幸恵殿が珍しくお見えだったから青野の地蔵村へお参りをしようと思って出てきましたよ お前はまた相変わらずのお振る舞いですかしばらくでございました。雪絵がそっと会釈した。ご機嫌よろしく。しばらくでした。お変わりもなく。至るの声は冷たかった。ありがとう存じます。あなた様にも。この子の釣りはね。 母は二人の間の凍ったものをほぐすようにわざと明るい調子で雪江に向かって行った。魚を釣るのではなくてご馳走しに来るんですよ。こんな漁師ばかりなら魚たちも助かりますね。まあ、おばさまがお口の悪いことを。雪江は遠慮がちにそっと声を立てて笑った。ねえ、至るや母はふと調子を変えた。 ここまでお連れ申したけれど、雪江殿はお疲れのようだし、地蔵村へは私一人でお参りしてきますから、少しの間、お前、お相手をしておいておくれな。いや、母上、それはしかし、至るはびっくりした。いいからお相手をしてあげておくれ。すぐ戻ってきますよ。母は目まぜをして、雪江にも素早くうなずきながら、 青野村の方へと去っていった。至は黙って竿の先を見つめていた。幸恵も無言のまま、祥然とそこに佇たずんでいた。今日のことは幸恵が運んだのである。夏女にすがってこういう機会を作ってもらうには、武家の娘として並ならぬ決心が必要であった。幸恵はそれをあえてした。 臆してはならぬ。あえてしたその決心が、さてその場になると、たじたじとなってしまう。しかし、機会は今の瞬間しかない。この時を外しては、再び口にすることのできない言葉を持ってきているのだ。西郷士様、雪恵はついに思い切って呼びかけた。私、 いつづやあなた様が父におっしゃっていたことを伺いましたお声が大きかったので聞こえてしまいましたのそれで八木様との縁談が決まりましたので内祝言が済んだとか聞きましたね至は向こうを見たまま言ったいいえまだですわハギ川の工事が終わりましたら内祝言をいたしますの ももうまなくだと申しますけれどナコードは誰でした氏田殿でしたか。西郡様、幸恵は青ざめた顔をきっと上げた。あなた様は初めにこの縁談をお取りすぎなさいました。それでお伺い申し上げるのですけれど、八木様は私の夫にふさわしいとおぼしめしまして。 お待ちなさい。拙者が取り継いだのはそういう意味ではない。いいえ、私の伺いたいのはそのことでございます。八木様は雪絵の一生を託して良いお方でございましょうか。もしもあなた様がそうだとおっしゃるのでしたら、そうする方が良いとおっしゃるならば。拙者は何も言いません。至るは水面を見たまま遮った。 拙者に何が言えますかこれはあなたのことだ。もうあなたも子供ではない。自分の生涯のことは自分で解決すべき年になっています。あなたのご返事はそれだけですのこれだけです。イタるは目を伏せた。何も他におっしゃってくださることはございませんの私、 今日は自分にできるだけの決心をしてきたのです。おば様にお願いしてここへ参ったのは、もっと、もっとご本心を。イタルは返事をせずに、竿を上げて餌を買いにかかった。逃げるように、雪への去ってゆく柔らかい足音が聞こえた。六、母親は間もなく戻ってきた。そして、 娘の姿が見えないので不審そうに。至る、雪江殿はどうなすったと息子の目を見極めるようにした。今帰って行きました。お前、何か話があったろうね。いや、何も。至るはじっと水面を見つめていた。別に何も。 母親は何か言いたそうであったが、思い諦めたふうに、雪江の後を追って行こうとした。その時である。四五軒下の方で、激しい水音が起こり、ギャーという子供の悲鳴がちぎれたように聞こえた。あ誰か落ちたのではないか、いたる。見てきます。いたるは立って走っていった。 4歳余りの子供がひょいと水面に頭を出しもう一度水を含んだ悲鳴を上げるとすぐにまた流れの中へ沈むのが見えた「早くイタルヤ早く」追いついてきた母親が叫ぶ間に手早く裸になったイタルは流れの速さを測りながらさっと水へ飛び込んだほとんど同じ時向こうの枯れ足の間から 髪のように白い顔をした武家風の若い女が一人、髪を振り乱し、喉を振り絞るような叫び声を上げながら、裾前の乱れるのにも気づかぬ様子で懸命に駆けつけてきた。ああ、坊やが、坊やが、ああ、と狂気のようにそのまま水際へ降りようとする。夏女は危うくそれを抱き止めた。お待ちなさい。 もう大丈夫です。話してください。坊やが坊やが女は激しく身をもがいた大丈夫ですからあなたはここにいらっしゃいこう言っているうちに早くもイタルは子供を抱いて水面へ浮き上がってきたすると女は夏女の手を振り離して水際へはせ下りイタルが泳ぎ着くのを待ちかねて まるで奪い取るように両手で子供を自分の胸へ皮脂と抱きしめた水を吐かせなくてはいけません至は痛ましげに眉を潜めた大して飲んでもいないようですがこちらは私が手伝ってあげますいいからあなたは早く着物を着ておいでなさい風邪をひくといけませんよそう言って夏女は女のそばへ寄っていった 堤は包みの西側へ降り、日だまりの暖かいところで体を拭き始めた。すぐに子どものせきを切ったような鳴き声が聞こえてきた。助かったな。小さな肺いっぱいの力で鳴く子どもの声を聞くと、堤はさっきからの胸のかえがすっと消えるようなすがすがしさを感じた。 着物を着て溶いた紙の水をゴシゴシ拭いていると、包みの向こうで何か母親と女の話しているのが聞こえてきた。低く途切れ途切れになった子供の泣き声を縫って、二人の話し声は何かしら妙に耳へ刺さるようなものを持っていた。どうかしたのか、そう思いながら簡単に紙を結んで包みを登ると、 母親がこちらへ振り返って目で招いた。どうしたのですお前、お忘れか。これはカネですよ。カネ<金>。彼にはちょっと思い出せなかった。うちにいたあのカネですよ。イタルはあきれて女を見た。カネは母が特に愛して、 身近に使っていた橋溜めである。気性の良い、器量も住人並みに優れた娘で、あれなら妻にしてもいいな、などと出入りする若侍たちに騒がれたくらいであった。3年前に江戸の方へ縁足くからと暇を取って去る時には、母は自分の娘にするほどの支度をしてやったものだった。それ以来、 ずっと消息が絶えていたのであるほうこれは奇遇だなイタルは目を見張ったお前江戸へ嫁に行ったというがいつからこちらへ来たんだ見れば武家風で侍の家へとついだのか若様、お恥ずかしゅうございます女は叫ぶように言いながら泣き伏した 金は江戸へ行ったのではないのだよ。それまたどうしたわけですずっとここにいたのですとここで幸運で今日まで世間に隠れていたのですと約束した相手の言葉を信じていつかは晴れて世に出られるものとその日の来るのを待っていたのですって晴れて世間へというと彼は。 私が悪かったのですよ。母は口をしそうに声を震わせていった。母がもっと注意をしていたらこんな過ちはさせずに済んだでしょう。自分では娘のように目をかけていたつもりでも親身でないものはやはり隙があるのだね。そう考えると母は金にすまなかったと思います。誰です相手は誰ですか イタルは眉をひそめた八木郎太殿ですわっと突き上げるような鐘の鳴き声を切って恋の跳ねる音が聞こえたイタルはその水面に広がる波紋を見ながら固く唇を結んでいた七。どこへ行くんだまあいい黙ってくればいいんだ しかしもう暮れかかるし何くれれば夜明ければ朝になるだけさ別に驚くほどのことはないよ至るは平然と歩いてゆくスゴー川の堤に沿って道は城下からもう小市でも遠く来ているすでに空は残暑も黒ずんで星が鮮やかに光を増し始めていた 待ってくれ。八木次郎太が不意に立ち止まった。何か思い当たったという目つきである。なんだイタルはそのまま歩いていた。に、西郡、ラム村へ行くのだな。唇の色が変わっていた。怯えたもののように体が震え出した。そうだよ。 ホラ村へ行くんだ。待ってくれちょっと待ってくれこれには訳があるちょっと複雑な事情があるんだ機構は何と聞いたかは知らぬが実は何も聞かない拙者は何も知らんぞ至は静かな調子で言った知っているのはただ可愛い子供と美しい 優しい女房だけだかわいい子供じゃないか丈夫そうによく太ってクリクリとした利口そうな顔をして女房だってあのくらい美しく気の優しいのは珍しいぞ待ってくれお願いだ詫びやするどんな方法でもとるだがこのことだけは内密にしてくれもしこれが分かったら俺の生涯はめちゃめちゃだ 次郎太は彼の後を追いながら必死の声で言った「俺がここで身を滅ぼせば金も子供も不幸になるんだあの二人の将来は必ずいいようにする誓って約束するだから西織どうかこのことだけは気公の胸一つで忘れてくれ」「そうして拝島の娘をめとるというのか」 金は承知してくれたんだ。どうせ自分の身の上では制裁にはなれぬと諦めをつけているんだ。だから気候さえ忘れてくれれば。ジ島の娘はどうだ。イタルは同じ歩調で歩きながら行った。それをジ島の娘にも話したのか。金という女があり、三歳になる子があるということを話したのか。キエさんがそれでもいいと言ったのか。 ああ、西氷、それは、それは。早く来い。イタルは冷ややかに付け加えた。日が暮れると足元が不自由だ。追い詰められた獣のような残忍なものが次郎太の目に光った。とっさの決意である。足早に追いつきながら刀の鯉口を切ると、次郎太は抜き打ちに後ろから相手の背を狙って叩きつけた。 夕闇に白羽が飛びだっと体と体とが一つになった暖かな一日の名残で川面から灰色の夕もやが流れてくる二つの体はそのおぼろの中で影のように激しくもみ合うと見えたがすぐにイタるは次郎太を組み伏せていた貴様のやりそうなことだイタるは相手の首根を押さえつけ 片手で体験をもぎ取るとそのまま静かに立ち上がった次郎太は伏せに倒れたまま動かなかったまさかと思ったがイタるは裾をはたきながら「やっぱり貴様は貴様の手しか持っていなかったないつもこの通り人の油断につけ込んではうまいことをしようとするだがこれだけ出せばもう貴様の悪知恵も種切れだろう」 切ってくれ。次郎太は泣きながらうめいた。人思いに俺を切ってくれ。俺は、俺はこんな人間なんだ。俺はもう生きてはいられないんだ。切っていいか、次郎太。切っていいか、本当に切るぞ。イタルは奪い取った体験を振り上げた。えい。 という鋭い掛け声とともに白羽は次郎太の背へ打ち下ろされた。その刹那、な、次郎太の体はピクリと引きずり、荒い呼吸がピタッと止まった。イタルは体験を相手のそばへ投げ出した。これでいい。貴様の命はイタルがもらった。生まれ変わってくるんだ次郎太。金と子供は俺が預かるぞ。 次郎太は再び低くうめき出した「貴様は人並み優れた細分があるじゃないか」「今までのようにこせこせしなくとも正面から堂々とやって十分出世のできる男だぞ」「やり直してこい」「小さな不真面目なんか何だ」「人間の値打ちは些細な過ちなどで傷つきはしない」「取り返す方法はいくらでもあるんだ」 金と子供のことを忘れるなよ、分かったか。そう言って、は静かにそこを立ち去った。8. 濃くなった夕闇の中に、まだ次郎太のすすり泣きを聞くような気持ちで、まっすぐに城下へ戻ったイタルは、その足で拝島一郎兵衛の屋敷を訪れた。 工事はほとんど終わったので、一路兵衛はもう別宅を引き払ってきていたのである。至ると聞いて、雪江がいそいそと出迎えた。お父上に申し上げてください。お話があって参上つかまつりました。ぜひお会いくださいと。はい、しばらくどうぞ。ああ、あの話。行こうとするのを呼び止めて。 二郎太の話はご存知ですかはい昨日内田様から光をたたえた瞳にいっぱいの感情を込めながら幸江は至るの目を見上げたそうですかそれで重荷がおりましたそれさえ分かっていればあとは楽ですおとついのあの川端の返事をしますよまあパチパチと目が大きく瞬いた どうぞ取り継いい。くださ幸恵は頬を染めながら一度去ってすぐ案内に戻ってきた一ノ兵衛は今まで正面を切ってこれ以上難しい顔はないという私物らを作っていたがルが会釈し,しながら座るとすぐに「要件を聞こう多様じゃで手短に」と吐き出すように言った五対応でなくともルも切り工場だった 申し上げることは簡単です。いろいろな行くたてはありますが、そんなことは今さら言う必要はないと思います。ユキエ殿拙者の妻に申し受けます。何にな、なにユを妻に申し受けると。誰がやると言った。誰の許しを受けてめとると言うんじゃ。その方がもらうつもりでもわしはやらんかもしれぬぞ。 第一、その方のようなへそのひねくれたものと婿ートになってみわしは腹の立ち通しで、おそらく息つく暇もなくなるぞ。それは拙者から申し上げることです。あなたのようなシュートを持ったら、たぶん間の収まる時はないでしょう。しかし、拙者はシュートをもらいに来たのではありません。欲しいのはうちの妻です。幸恵さんをいただきに来たのです。それ、その通りだ。 その方は何でも自分で決めて、その決めた通りに顔を押し切ろうとする。その様子では、ナコードも独り決めにしてきたのだろう。ナコードはご家老にお願いしました。か、家老だとわしは大嫌いだぞ。怒鳴るのはよしてください。あなたの大嫌いも久しいものだ。一体この岡崎家中にあなたの好きな人物が一人でもいますか あなたの言うのは決まっています。あいつは大嫌いだ。あれのへそは曲がっている。もうたくさんです。拙者は雪江殿を妻に申し受けます。あなたがご承知なさろうとなさるまいと、拙者の知ったことではありません。そういうやつだそ。そういうやつだ。黙っていれば他人の娘を盗み出しもしかねまい。老人はムズムズと乗り出した。 何何それでは本気で盗み出すつもりなのか作事奉行の娘ともあるものを嫁入り自宅もさせずにさらおうというのか支度などはいりません拙者は妻をめとるので衣装道具が欲しいのではありませんからバカなことを申せ仮にも灰島一郎兵衛の娘を下人のように身一つで嫁にやれると思うか そんなことはわしが許さん。失礼ですが、怒鳴らないでください。耳が割れますから。わしは怒鳴りたいときには怒鳴る。貴様の耳なんか勝手に割れろ。どんなことがあっても、十分に支度をさせた上でなくては嫁にはやらんぞ。わかったかわからなければわかるように言ってやる。貴様はわしの婿になるやつだろう。わしは舅だ。 はつまり父であって、こと親とは。さて、これでどうやら話はまとまったようだ。隣の部屋で、さっきからこの様子を聞いていた幸恵と伊織は、ここまで来たとき、顔を見合わせながら、くすっと笑った。幸恵、隆子、ついに愛結んだな。伊織は妹の耳元でささやいた。 これから2人とも遠慮なく腰を据えてゆっくりと口論が楽しめるだろう。